まああの、なんかね、あの、ネット上とかでも時々言うんですけど、なんかやったあとうるさいっていうか攻撃的な人っているじゃないですか。で、あれ人たちがなんで出てきちゃうのかなっていうと、やっぱり自分の欠点を受け入れてないからと危ねえ。<laughs> 思うんですよ。でこれ、これね、どういうことかっていうとね、あの、まあ、個性っていうのは欠点と長所が表裏一体になったものであるということは常に申し上げていることですよね。何かが得意な人は別の何かが苦手だしい、 何かが苦手な人は別の何かが得意である可能性が高いと。つまり、脳のリソースは有限ですから、そのリソースをどう使うかということに過ぎないわけですよね。ですから、あの欠点上等なんですけど、つまり欠点のない人はいないと。何かが欠けてるからこそ何かができる。 何かができると何かが欠けてるってわけで。欠点上等なんですけど、その自分の欠点を受け入れられてる人っていうのはね、まあそういう個性を安全基地とすることができるんですけども、同時に他人の欠点に対しても寛容になれるわけですよね。まあしょうがないなと。人間ってそういうもんだなと。 ところが自分の欠点を受け入れられてない人っていうのはね、他人に対して非常に攻撃的になるんですよね。つまりなんか後ろめたいわけですよ。自分が本当は欠点があるのに、それを見つめてなくて、それを隠そうとしたりとか、それをあの嘘で塗り固めたりしようとするわけだから、そうだから心が欺瞞という体制になっていて、その欺瞞という体制か世の中を見ると、なんかその自分が安心するためにいろんな人を攻撃したくなるわけですね。だから、あのー、自分の欠点を受け入れるってことは結局世の中の多様性をね、受け入れるってことで、そこから平和を 始まあしょうがないじゃないかとお互いにねああいろんなことあるけどまあそういうことだよねと。 で、それができると、まあ、あ自分のやるべきことに周知できるんですよね。あの、まあ、あだってしょうがないじゃないですか。あの世の中いろいろあるけど、ま、あ自分は自分でやるしかないから、じゃあ目の前の課題を一生懸命やろうってことになるんですけども、それができない人はですね、とにかく他人を攻撃しようとする。ま、あ世の中、ギスギスってましたよね。今の世の中ね。なんでそうなってるのかというと、自分の欠点を受け入れられない方々が、えー、そういう世の中を作ってるわけです。ですから、あの、 おそらくですね、あの、まあ、インターネットとかいろんなとこであの、他人に対して厳しいことを言ってる人たちってのは、おそらく大きな、あの、劣等感っていうか、欠落を抱えてるはずなんだよねで。その劣等感とか欠落っていうのは別にあっていいんですよ。それは別に笑ってしょうがないよねって言えばいいのに、それを隠してなんか自分は一応、なんか、 完璧だみたいな幻惑を作ってて、その幻惑の中から外を見るとなんか、あれ、そこちょっと悪いから攻撃は最大の防御じゃないけども、えー、叩いとこうかってことになっちゃうわけなんで、そうなっちゃうと、えー、やっぱり世の中はギスギスしちゃうし、それから何よりもその人がね、自分の個性を安全口にできないんで、成長できないんですよね。他人を攻撃ばかりしてる人は成長できない。その理由はこの、 欠点上等と言えるかどうかというところにあるわけです気をつけましょう